潮風、潮風、潮風、または、ラジオシーブリーズは、日本の民間団体である特定失踪者、問題調査会が、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮向けに言っている、短波放送である。2005年、平成17年10月、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮による、日本人拉致被害者への呼びかけを目的として、 ラジオ放送が開始された。当初は特定失踪者問題調査会、調査会で制作したラジオ番組コンテンツをインターネットを利用して委託先のイギリスの放送配信会社に送り、イギリスから第三国、モンゴル国などの短波送信施設を経由して放送する方法を取っていた。放送費用については月額60万円程度と発表している。2007年、 平成19年3月、日本放送協会、NHK が国際放送、NHK ワールドラジオ日本用に使用している、KDDI 八股送信所、茨城県小賀市の空中線電力1 0 0ットの設備を NHK の使用時間外に、潮風が利用することで NHK と調査会が合意し、日本国内からの送信が可能になり、10月までにすべてが、 やつまた送信所からの送信に切り替わった。潮風の電波法令上の無線局の種別は、地上機関放送局ではなく、広報業務用の特別業務のつぼねであり、実施するのも、地上機関放送ではなく同報通信である。放送法令上の放送でもない。聴取するためには、短波が受信できる受信機、短波ラジオや無線機など、が必要である。 日本国内でも聴取は可能だが、短波特有のスキップ現象などにより、明瞭に受診することが難しい場合もある。なお、ラジオ日経専用ラジオでは、周波数がラジオ日経に固定されているため、受信不能である。民間人の短波受信が北朝鮮では厳重に規制されているとして、効果を疑問視する声はあるが、北朝鮮がジャミングを行っていること自体が、 放送の有効性を示している。規制が万全であれば、そもそもジャミングする必要はないこと、及び2004年、平成16年まで北朝鮮にいた、チャールズ・ジェンキンスが、北朝鮮に行った時に、ボアをよく聞いていたと証言していることから、短波放送の有効性が期待されている。また2008年2月には、武蔵村山市議天目石洋一郎が、平壌市において、短波ラジオ受信機を持ち込み、 受信を確認している。開局以来、北朝鮮からのジャミング対策のため、周波数の変更が頻繁に行われている。また、2013年、平成25年11月に入っても、北朝鮮からジャミングを受け続け、八股送信所から、至近距離の受信でも、渾身で、潮風の受信が抑圧され続けている。朝鮮半島有事に備えて、 24時間制放送を行える体制も取られている。2015年、平成27年3月、深夜放送の空中戦電力を 300kW に増力した。放送経費は月額90万円程度となる。10月、空中戦電力を全日 300kW とした。放送経費は月額100万円程度となる。2016年、 平成28年3月23時5分 -23、35の放送を追加、1日2時間30分の放送となる。同年7月29日より、中波1 4 3 1 k h z でも23時30分 -24、00の時間限定で、短波と同じ放送を日本語、朝鮮語の二言語で行う予定であったが、送信書のある、 モンゴル国の国家安全保障部門より、セキュリティに関する問題が浮上したという理由から、放送が延期となった。同年9月25日、中波放送が開始される。2017年4月1日、2016年12月31日より、中断していた中波放送が再開される。また、この中波での放送時間が従来より30分、拡大し、 23時30分から0時30分の1時間の放送となる。ただし、資金難等の理由で、半年間をめどとした放送となる。2018年4月1日、日本国政府の平成30年度案において、潮風に対して、中波放送での政府メッセージ発信のための業務委託費が計上された。これを受け、休止していた中波放送を再開した。しかし、 同年5月22日より、中波放送が停止、同じ送信書を使用する BBC ワールドサービスの中継国際放送も停止する事態となった。停波の原因として、北朝鮮側による妨害も考えられる。放送内容はたびたび変更されているが、2018年、平成30年4月現在は、以下の番組がランダムに放送されている。23時5分の放送では、 日本政府の拉致問題対策本部制作の大北放送、ふるさとの風の番組が放送される。2005年10月の放送開始時には日本語番組のみで、日本の動揺や、唱歌などのピアノ独奏を BGM として、拉致及び拉致の可能性がある失踪者の氏名、青年月日、失踪日時、場所などがアナウンスされた。2018年、 平成30年4月27日現在、JST イコールは特区プラス9であり、この項の表記は特記ない限り JST で表す。2007年3月29日の朝と30日朝の2回、潮風に対して、妨害電波が発信されたことが明らかとなり、朝日新聞、産経新聞等の各メディアにより報道される。総務省は、妨害電波は、 ピョンヤン付近から発信されたことを確認し、30日、国際電気通信連合、ITU に対し、この電波が、ITU の無線通信規則に違反していると通報した。違反の内容は、電波には根身源特定のために義務付けられている、識別信号、コールサインが悪化されていないことである。この通報は、根震の排除に向けた手続きの第一歩で、 現在は北朝鮮から放送が妨害がされているとして、ITU 経由にて北朝鮮に渾身排除を要請している。また、周波数変更を行った潮風に対し、2007年11月2日、2008年4月4日と妨害電波が発せられ、それ以後の度重なる妨害に対しても引き続き、同様の措置が取られている。 郵便番号100-8463東京中央郵便局支所箱1022号所在地は非公開送信書は KDDI 厚又送信書 NHK ワールドラジオ日本と設備共用楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください